皆さんこんにちは。私コネクティッドインクビレッジの奥山と申します。本日は、巷ファクトリーの皆さんとコネクティッドインクビレッジの、学びと、仕事をつなげて作るというセッションに、ご参加いただきましてありがとうございます。この時間ですね、私は、三角広場の、コッパステージから放送させてお話しさせていただきますけれども、実は、巷ファクトリーの皆さんは岐阜県の方からですね、ご参加いただいております。ではまず早速、巷ファクトリーの皆さんをお呼びしたいと思います。皆さん、どうぞお願いいたします。どうも皆さんこんにちは。こんにちは。はい、はい、皆さん本当に今日お忙しいところですね、コネクティッドインクにお時間いただいて本当ありがとうございます。はい、今日はですね、巷ファクトリーさんは、今年の夏に確か社団法人として、スタートされていると伺ってます。でコネクティッドインクビレッジも今年の2月に発足して、まだ本当に出来たてほやほや の我々でございますので、ぜひですね、巷ファクトリーの皆さんがこれからどういうことをやっていきたいのかという話を今日存分にお伺いさせていただいて、私たちビレッジとどんなふうに今後一緒に共同していけるかをぜひですね、一緒にお話しできればと思います。本当にまずこちらのコッパステージはですね、昨日伊藤さんが本当にこう伊藤さんのコッパチームと一緒に作ってくださって、伊藤さん昨日の夜9時過ぎまでこちらにいらっしゃって、もう今日はすでに岐阜からということでお話しいただいているところになって、本当にもういろんな方々との一緒のセッションで、そういうご縁もあって今日ですね、巷ファクトリーさんとこういう素敵なお時間をいただくことになりました。では早速ですね、巷ファクトリーの皆さんの方からまずメンバーの皆さんのご紹介をぜひ伺えればなと思いますが、これは出村先生か伊藤さんかどちらかが皆さんご紹介いただくか、お一人ずつなのか、ぜひ皆さんの方で進めていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。巷ファクトリーです。こんにちは。こんにちは。一人一人一言ずつ紹介させていただきます。私は代表やってます。岐阜大学の教授もやっているんですけれども、出村と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊藤さんお願いします。はい、奥山さん今日はありがとうございます。いえいえ。建築家の伊藤と申します。で今奥山さんが立っているステージコッパーをデザインさせていただきました。よろしくお願いします。伊藤さん、こちらのコッパのステージは今日岐阜県の形をはい、かたどっていただいていると伺っています。あ、そうですね、はい、多分奥山さんは多治見のあたりにいらっしゃるのではないかと日本一暑い多治見に私は今いるということですね。はい、わ、はいはい、かりました。ありがとうございます。お願いします。花子さんお願いします。はい、よろしくお願いします。私は岐阜で学童保育を運営してまして、小学生の子どもたちの探究的な学びをそこで繰り広げております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。長縄さんいいですか。はい、長縄です。よろしくお願いします。普段は、公共空間の、民間活用ということで、公園おじさんとして公園のいろんなことをやってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今尾さんお願いします。で今尾です。よろしくお願いします。巷ファクトリーに、関わりながらも、個人では、岐阜っていう地域を中心にデザインの仕事をしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。今尾さんは確か白川村にいらっしゃる。すみません、今日は、そうなんですね、岐阜市の岐阜市って県庁所在地の隣の鏡ヶ原市にいます。はい、分かりました。よろしくお願いします。今度ぜひかやぶき屋根のところもぜひ、はい、していただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、もう一人いるんですけれども、柳瀬商店街って岐阜 の中心市街地の中で、テーラーをやっている水野さんという方がメンバーとしてはいます。今日はちょっと忙しくて参加できませんでしたけれども、はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。では早速ですね、ちまたファクトリーさんのご紹介と、どういう取り組みをしているのかというところを少しまたお話を聞かせていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。はい、今共有できているのかな。はい、じゃあスライドでお願いします。8月に、発足しましたちまたファクトリー、一般社団法人なんですけれども、次お願いしていいですか。狙いとしてはワクワクする学びから新しい仕事を作ることへと連鎖させる。で、価値を創造する人が高め合っていく場所を作って、それを運営していくっていうことをやりたいというふうに考えています。つまり、人材をこう育成したり、あるいは集めてなんか火花を散らすような、新しいことがここから生まれてくるぞっていう、ちまたを作りたいなという、そういう、団体です。次お願いします。きっかけとしましては、この4月から、岐阜大学で社会システム経営学館っていう、経営の部門なんですが、どちらかというと探究とかあるいは実践の方をすごく重きを置いて、学生たち30人取っているんですけれども、1学年30人取っているんですが、彼らをとにかく現場の中にこう飛び込ませると。でそこから学びを得ていろいろなことを育てていくっていうような、そういう、ちょっとチャレンジングな部門ができたんですね。で私はそこの教授になっているわけで、なんか大学の中でそうやってすごくチャレンジングにしているだけじゃなくて、もっとそれが社会の中にこうダイナミックにつながっていくような、そういう有機体みたいなものをちゃんと作っていきたいなと思って、率先して、作らせていただきました。なんていうか社会と結ぶっていう時に、岐阜の中には結構なクリエイター集団、僕は変態集団って呼んでますが、変態集団がいまして、で、その中でも、立場をこう、いいバランスで、こう、つながった、そういうメンバーになってるかなというふうに思っています。先ほど自己紹介していただきました、このメンバー、たち。とてもバランスよく、なんていうか、クリエイティブな、各部門にこう足を置いている、立脚している、そういう人たちで成り立っていると思ってます。はい、次お願いします。で、大学っていうのは、就職させるっていうのが最後出口にあるんですけれども、なんか別に就職とかそこまでこだわらなくてもいいんじゃないかって僕は思っています。つまり自分で仕事を作ることの方が重要で、就職してもしなくても自分で仕事を作って楽しい社会を作っていくっていう、そういう人材をどん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 輩出したり、ここに溜め込んでいきたいなというふうに思っていますので、で、その中にその探究の姿勢というのはどうしても必要になると。でそれ年齢問わず、子どもから大人までみんなでこう探究に向かうっていう、そんな巷が作れたらなというふうに考えています。すごくコネクテッドビレッジとなんか響き合うんじゃないかな。そうですね、次お願いします。でまずやろうというふうに決めて、今実践始めているところなのが、このスクーリングの授業です。プロブレムベーストラーニングといって、課題を解決することを学習にしてしまおうっていう、そういうスクーリングをやりたいと思っています。私がいるその社会システム経営学館の学生たちにも受けさせたいだけでなく、それを核にして、もっとこう、今社会で実際に動いている企業なんかも、例えば事業継承の問題とか、あるいはなんかこう比較的固まってしまったシステムとか、そういうものをもっと揉みほぐしていくような人材って内部に持ちたいなと思っていらっしゃる企業が結構多くて、でそういうところから若手人材をこう派遣していただくというか、スクールに入っていただきながらグループを形成して、やっぱりそれもバランスよく作りたいなと思ってますが、いろいろな立場の人のいるグループがその場である企業の課題をオープンイノベーションするっていうような、
そういうスクールをやりたいと。あの本番は半年がかりでやってプロジェクト化してそのまま起業するとこまで行っちゃいたいぐらいの、なるほど、話だと思ってます。はい、まあ、はい、あの小さいものから大きいものまであると思いますが、あのともかくそれぞれ社会の中で持っているモヤモヤですね、あの、まあ、どうしたらいいのかな、この課題っていうふうに思っているモヤモヤの中から発見を出してきて、みんなでこうオープンイノベーションで揉んでいく、でそれをあのいいソリューションまで持っていくっていうところを、なんかワイワイやってることが、あの当然その解決策もいいんですけれども、それだけじゃなくてやっている人たちが結びつき合うっていうのが一つの狙いかなっていうふうに思ってます。で、あの具体的には今ちょっとプロトタイプを作ろうかなというふうに思って、3つ取り組んでるうちの2つを少しお話ししますと、はい、ぜひ、次ですか。あの1つはあの福祉やってる NPO 法人の日だまり荘さんっていうあの組織がありまして、で、あのそこはデイサービスとか、あのあるいは在宅のおじいちゃんおばあちゃんとか、あるいはハンディを持っている方々に対してサポートをして、あのすごくあの細かいケアをされているところなんですけれども、あの、まあ、その中にたくさんのこうアールブリュットといいますか、あの皆さんが心を込めて作ってきているプロダクトが結構まさかあると、で、あの日だまり荘さん自身がそれをなんかこう社会に売るっていうことをやって、社会にその人たちがこう組み込まれていくっていう、包摂されていくっていうのを目指して、あの動き始めているんですが、なんかもっと効果的な方法ないですかねっていう質問というか課題を、あの持ってきていただいてます、はい、今これ写真にあるのなんかあのその作品なんですけれども、あのどれも本当に気持ちが入っていて、なんていうかこうこれがハンディを持っている方々とか、あのアマチュアでやっているとか、そういう垣根をすでに超えているんじゃないかなっていうような、そんなものがあります。ちょっとこれ、あの今担当してあと熱心に作ろうとしている、花子さんの方から一言いただいていいですか。あ、はい、そうですね、せっかくならジェムラ先生の手元にあるスケートの作品もご覧いただきたいんですけど、見えます、はい、なんかこれはあるおばあちゃんが100均で9個ぐらい毛糸を買ってきて作っているらしいんですけれども、これももうどん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 おばあちゃん作っていって、せっかく素敵な作品なので誰かに手に取ってもらったり使ってもらったりしたいなというふうに思うんですけれども、なかなかそれが今現状難しくって、でもそういうでなんかちょっと光の当て方変えたら素敵な作品とか、あの他の方に使ってもらえるものが眠ってるっていう、でただそれを今介護の方たちはなかなかやっぱデザインに慣れてなかったりとか、そういったことに手が回ってないっていう部分があるんで、そこが何かこの、PBL の場で伝えていける手段あるんじゃないかなっていうことで取り組んでいます。はい、ありがとうございます。今これ写真に上がっている漫画なんかは全部これ鉛筆で書いてあるんですよ、あの本当に一点物で、あのすごい迫力なんですね。これはもう本当に1枚だけでもポスターになるんじゃないかなとかですね。それはいろいろストーリーになってらっしゃるんですか、その漫画というのは。う、あの長編ストーリーです。あー、そうなんですね。精神障害をお持ちの方が、あの書いてらっしゃるんですけれども、毎日毎日コツコツ書いていて、でちょうどその日だまり荘さんがで、あの訪問支援してる時にあの見せてくれるそうです。そうなんですね、確かに、はい、なんかまあこういったものを、どういうふうにただ PC で売るみたいな、なんかそういう冷たい感じで世に出たくないなと思って、なんかちょっと工夫を考えて出そうという、今あの生み出そうとしているところでございます。次お願いします。はい、あのもう一つはですね、あの、まあ、近隣の美濃加茂市の中で活躍している合同会社のカモケンラボさんというところですけれども、あのここはなんか社会企業みたいなところで、まあ、行政の課題解決みたいなものは今ほとんどここがやっているんじゃないかっていう、あのすごく盛んに動いているところです。で、あの
まあ、もともとは移住者たちでこうできている集団なんですけれども、まあ、美濃加茂市っていうのは、木曽川流域の中の、ちょうど中流域にあって、上流の文化と下流の文化をつなぐ場所であるって自らこう銘打っていたり、で、ね、で、中のコミュニティなんか、特に農業なんかも、背後にすごく発達しているので、そういうところのコミュニティなんかをこう一生懸命つないでいこうっていうことをされて、もう本当に多岐にわたるさまざまな事業を、ここになんか表がありますけれども、年度とともにどんどん複雑多岐にわたって、たくさんの事業を抱えているようになっていて、大変活躍しているんですが、課題ないですかっていうことを問うと、実は全体像が自分自身見えなくなっていると。なるほど、複雑すぎるがゆえに。社会企業にありがちなんですけれども、とても活躍していろいろなことに応えていこうとするあまり、結構こう、なんていうか道に迷っているって、外から見るとそう見えないんですけども、でそういうところが内実あるんだよって話を伺いまして、でそこをなんか上手に、本当はこっちに向かっている、全体としてはこっちに向かっているっていうベクトルにちゃんと名前をつけてあげるとか、なんかいいこれからの道を示しつつやっていることをちゃんとビジュアル化するみたいなことを少しソリューションになるかな、この辺今担当で関わっている伊藤さんにちょっと解説いただけると。はい、そうですね、結構もう出村先生もかなり明晰にご説明いただいたですけど、まあ、なんていうか、まあ、今本当に多岐にわたる活動なんですけど、まあ、実はそれはなんていうか、まあ、すでに知られている名前の仕事としてこう枠組みをすると、まあ、多岐にわたってしまうみたいな感じがあるので、で、まあ、お話を、まあ、一緒に伺っていく中で、なんていうか、もしかしたら、まあ、こうまるっとこう、まあ、今こう持っているビジョンに基づいてこうやるっていうことの仕事の名前をつけることができたら、それはまた、まあ、今なんとなくか、まあ、無理やりこう既存の枠組みに当てはめてるけど、もしかしたらそれは新しい仕事なんじゃないかみたいな、いう気もしてるんですね。で、そういうことって、まあ、まあ、農業の話とかも出ましたけど、かなりこう地域のこう物的資源も人的資源も本当にいろいろこう混じり合っていると。でそれはおそらくその、まあ、岐阜のようなこう、まあ、自然も豊かな地方だからこうできる仕事であって、でそれをこう岐阜起点の私たちとが一緒に考えていくみたいなところはすごくこうやりがいを感じてます。ありがとうございます、そういう話で、こういういろいろ今だからこそというか現代っぽいさまざまな企業とか社会が抱えている課題なんかを、まあ、斜め上なのか下なのか、まあ、予想もしないアウトプットを出しながら解決するっていうことが、オープンイノベーションならできるんじゃないかっていう、そういうチャレンジでございます。なるほど。はい、まあ、そんなことを一つ、中心軸にしながら、どんどん社会をつないでいくっていう役割ができたらなと思って。なるほど。はい。はい。ありがとうございます。はい。説明でございます。はい。実際このプロジェクトのご紹介いただいた2つ の, そのいろんな課題というのは、その参加された学生さんであったりとか、企業からこうなんかこう派遣された方だったりとか、そういう方たちが実際にその問題に取り組んでいくと。でそれを皆さんがこういろいろ皆さんの知見だったりとか、ネットワークだったりとか、いろいろつながりだったりとか、そういうものをこうつぎ込んでいきながら、こう本当にこうその場その場のなんかこうゴールを達成していって、気づいたら問題が解決していくみたいな、そんなことを目指している感じなんですか？はい、おっしゃる通りです、そうですね、そういう実際これ走り始めたら、ちゃんと半年かけてやるってさっき申しましたように、はい、結構な長い期間を使ってやっていこうと思っているので、はい、たくさんのハードルが次々出てくると思います。で、まあ、それをみんなで乗り越えてっていう、まあ、知的冒険を目の前でやっていくことで、一人一人は学んでいくんじゃないかなと。なるほど。
分かりました。であのそこで本当にこう岐阜というすごくこう、うん、日本の真ん中あの東京でも大阪でもなくて本当にその岐阜というところをやっぱり地域特性みたいなのもこう何か活かせたりする感じなんでしょうかね。そうですね、おっしゃる通りですね。あの一つはそういう人材がこういうローカルにたくさんいることを夢見るんですけれども、うんうん、あの実際その卵たちはたくさんいる上に、はい、あの資源は圧倒的に恵まれてると思うんです、うん、あのさっき申しましたように農業にしても、うん、あの産業にしても、うん、あるいは自然資源にしても、うん、あの大変あの使おうと思うと、うん、すぐに手に入る、忘れられてる資源は山ほどあると思います、うん、そういう中であのどう振る舞うかっていうことこそ、うん、あの今みんなが忘れてしまっていることじゃ、うん、なんじゃないかなと思って、うん、すごいもう本当にこうすごく今これからいろんなものに対してのこうなんていうかこうケーススタディに本当なっていくようなそんな取り組みですね。ありがとうございます。わかりました、うん、あの本当にこのコネクテッドインクビレッジもあの今年の2月にあのスタートしてあのアートテクノロジー学びにあのすごく深く突き刺さっていって本当にこう人間のあの深い深いところでのいろいろなあの感情や思いとか想念とかそこから生まれてくるいろんなあの表現方法とかいろんな可能性をこう突き詰めていきたいっていう思いであの財団あの社団法人として今活動を始めたばかりなんですけれどもあのそうですね今本当にこうここコネクテッドインクのこの2日間でも非常にあの様々な皆さんが本当に舞であったりとか歌であったりとかあの楽器の演奏であったりとかもう本当に伊藤さんのこのアーキテクチャも本当そうですけれどもそういう形でアートの部分であったりとかあとワコムのテクノ使ったテクノロジーというところもすごくあの今本当にこうスタートしている最中なんですけどやっぱり学びというのはやっぱりこれから我々がすごくあのコネクテッドインクビレッジとしてもやっぱりやっていきたいなと思っているところでありでやっぱりこう普通に別にそのなんか国語算数理科社会とかではなくてやっぱり本当にこう実践的な学びをっていうのは本当にこう同じような思いを持っているところかなと思いました。あの一つ質問といいますかあの仕事を作るというところがやっぱりすごく皆さん大事に思ってらっしゃる要はただ学びだけではなくてそれが仕事につながるっていうのがとても大事に思ってらっしゃるようにあの感じているんですけれどもやっぱりそこは何故そのやっぱ仕事を作るっていうところがやっぱりこう重きを置くべきなのかなっていうのはどういうところからそういうふうに皆さん考えてらっしゃるんでしょうか。はい、あの僕ばっかり喋ってるからあれですけどあの僕はあの仕事を作るっていうことこそがあの、まあ、社会を、なんか古びさせないでちゃんと前に進む力だと思っていて、あの特に私自身の専門さっき言ってなかったですけど、あのまあ歴史とかも含めながら都市をずっとやってるんですね。都市を対象にしてるんですけれども、あのまあ社会の中心にその人々がこう混じり合う巷というものがあると、巷っていうのは全ての始まりだと思ってるんですね。はい。で。あの、あ、巷っていう、我々旗印にしたこの巷っていうのは分かれ道という意味なんですけれども、うん、あの、分かれ道っていうのは、あの、みんなが集まる場所でもある。はい。で、昔からその町ができる時の一番中心的な、あの、種は巷だというふうに言われているわけですけれども、うんうん、実は岐阜の義っていう字も、うん、あの、訓読みに巷というのがあったという発見がありまして、でまあ、ちょうどいいなという、うんまあ、あの都市を今一度作ろうっていう私はそういう関心です、うん、で何が都市かっていうとみんなが自分たちで仕事を作っている場所だ、うん、想像力っていうのは、うん、あるいは活力っていうのは、うん、そこから生まれるんじゃないかっていうのがあのいつもあの私が学生たちけしかけて言ってることで、うんあのはい、それが本質かなと思って、うんあの素晴らしい質問だと思います。いえいえ、でも本当にあの私は一方でワコムの方では人事の仕事もちょっとしてますので、はい、やっぱりそういうところって本当に、はい、あのなんていうかただただ机の上でこう学ぶだけではやっぱり今後の本当何が起きてくるかわからないこういう世界にこう飛び立っていくときには
本当必要なことなのかなというふうに思います。うん、はい、大共感です。ありがとうございます。そうですね、どうでしょう、皆さんまだ本当に私たちコネクテッドインクビレッジとちまたファクトリーさんと本当にこうスタートお互いし始めたばかりだと思いますけど、皆さんから見てコネクテッドインクビレッジとどんなことができたら面白いなというふうに今思っていただいてますでしょうか。あ、じゃあまだ話をしてない長縄さんいいですか。はい、じゃあ長縄さんお願いします。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、やっぱり今、そう例えばですけど、まあ、国という単位、企業という単位、うん、まあ、自治体という単位、もっと言うと一番シンプルな個人という単位で、はい、その自分だからどうしても開けれない扉、たどり着けない領域っていうのが、要するに自分っていうのが学びに対して一番邪魔になっちゃっていると思うんですね。なるほど、はい、うん、そこっていうのをやっぱりそのいろんなこう枠組みをやっぱりそのはみ出したり、まあその飛び越えていくことで、自分では開けれない扉っていうのをどうやってその他の方にやっぱ開けてもらえるのか、まあそしてそのそこにまあ当然学びだったり発見があったり、なんかやっぱりそのどん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 便利になってきているので、自分の興味あるものは自分から取りに行けるんですけど、はい、何かそういう部分で言うと反対にそういう知識とか、うん、まあ、そういう事例にこうなんかこう言葉で言うとあれですけど、うん、事故みたいに遭遇する機会がどんどん減ってきているので、うん、まあ、そういう部分で言うといろんな、うん、出会いの事故を、うん、多分皆さん持って見えるんじゃないのかなと思ってますので、はい、いっぱい事故を起こしていただけたらなというふうに思います。うん、なるほど、もう事故を起こす一つの、まあ、マッチポンプ的な役目が我々できたら面白いのかもしれないですね。はい、ですね、ありがとうございます。何か他にはございますか。大丈夫ですか。ちまたファクトリーの中で、相手にしたいと思っているのが、本当に小学校とか小中高、例えば篠田花子さんは今特に小学校の学童なんかをすごく盛んにやって、探究の学童をすごいやってらっしゃる、そういうところからこう広げていって、まあ、探究を楽しいと思って自らこう開いていくような人たちが大人になっていく過程に、我々の社会システム経営学科にも関わってもらいたいし、そのままこう起業家になってこう社会の仕事を作る役になっていくみたいな縦のこう路線っていうのをちゃんと作っていきたいなと、みんな東京に出ていっちゃうっていう、それだけじゃつまんないなと思って、いろいろな選択肢を作る助けができたらなと思っているときに、ワコムさんがこう進めているその探究の教育のいろいろな展開みたいなところとこう一緒になってできたらなと思っています。そうすると、なんていうか、子どもたち相手にすごいタブレットなんかを使いながらも、こうワクワクするような学びをやっていった、そこのすぐ隣にはそれ育ちの大人がいるみたいな、なんかちゃんとこう縦につながっていくところに結びつくと、すごくお互いにいい展開じゃないかななんてことを話しています。分かりました。本当にビレッジにはワコムは本当にこう教育の部分でいろんな今取り組みもしてますけれども、ビレッジからは本当にこうなんていうんですかね、こう普通の学校の授業にはない先生方が本当にたくさんいらっしゃって、ぜひ逆にそういう方々ですね、本当にこう普通にこう何かダンスやそういう歌だったりとか絵だったりとか、やっぱりそういうところから何か違う本当にこう気づきとか学びが生まれるような、まあ、そんなことを逆に一緒にこうやっていけたら本当に楽しいですし、すごくこうそのモヤモヤ解決の一環になるといいなというふうにちょっと思いますね。はい、本当にもうお話が本当に尽きなくて、あと本当に3時間ぐらい話したいぐらいですけれども、最後ですね、本当にもし皆さんの方から今日このセッションを聞いてくださっているコネクテッドインクに参加していただいている皆さんに一言あればぜひ最後お願いいたします。はい、
まあ、岐阜においてこれ展開したいというふうに考えていますが、それにとどまらず、そこにいろいろな課題を持ち込んだり、一緒にこう育てていくっていうことは、かなりグローバルだと思っています。そういう意味で、ぜひここに参加をしたり、パートナーになっていただけたり、あるいは支えてくださる、協賛なんか、大変歓迎ですので、はい、ぜひぜひ、関わりを持っていただけたらなというふうに思っています。すいません、まだ立ち上げたばかりで、ちゃんとここへアクセスすればっていうのがないので、すぐにそれが展開して いきます。ぜひ、たどり着くようにしていただければと思ってます。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に今日は、楽しいお話を、あと本当にこう意味の深いお話を聞かせていただきまして、本当にありがとうございました。ぜひですね、本当に今日はこれでセッション自体は終了いたしますけれども、これから のコラボレーション本当にこう楽しみにしておりますので、どうぞ皆さん引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。